元暴走族の弁護士と偏差値32の落ちこぼれ高校生たちが人生の一発逆転をかけ東大へ挑戦。だが嘘だろ、前途多難、紆余曲折。何のしぼりだお前ら。やばいやつに見られたかも。万引きか。勘違いですよ、万引きなんて。お前らは全員落ちこぼれだ。人生逆転したいなら死ぬもの言わずに東大行け。日曜劇場ドラゴン桜、4月25日スタート。東大って本当に簡単に入れるんですか？大丈夫だよ。